皆さんこんにちは。今日もウイルアプリの動画始めていきましょう。今回の動画では2月に行われるであろう中間アップデートで大幅に総合値が上がりそうな選手の予想第2回目をやっていこうと思います。今回はサクサクと紹介していこうかなと思っています。まず1人目はイタリアのパルマに所属しているデアン・クルゼフスキ選手を選ばせていただきました。今シーズンパルマに所属しているクルゼフスキ選手はここまでリーグ戦に19試合に出場して4ゴール7アシストを記録し、現在7位と躍進するチームに大きく貢献しています。また11月にはスウェーデン代表でのデビューも飾っています。来年の夏からは移籍金42億円でユベントスが獲得することが決定しています。現在総合値は70で令和の総合値も85と銅のいい若手の選手の中ではそこまでは高くはないんですが、中間アップデートで銅最強以上にはなるんじゃないかなと期待しています。それでは次の選手いきます。2人目はチェルシーに所属しているフィカヨ・トモリ選手を選ばせていただきました。昨シーズンはイングランド2部のダービーカウンティーでプレーしていたトモリ選手、今シーズンからチェルシーに復帰し、ここまで公式戦14試合に出場しています。センターバック登録なんですが、右サイドバックで試合に出場するケースも結構あります。対人守備の強さと正確なフィードが特徴で、昨年はイングランド代表トップデビューも果たしています。現在総合値は74で、中間アップデートで銀にはなるんじゃないかなと期待しています。それでは次の選手いきます。3人目はフィオレンティーナに所属しているカストロビーリ選手を選ばせていただきました。昨シーズンまでイタリアの2部のクレモネーゼでプレーしていたカストロビーリ選手、今シーズンここまでリーグ戦に18試合に出場し3ゴール2アシストを記録しています。ポジションの適性が広く、前めのポジションであればどこでもできる選手となっています。中間アップデートで期待したいことには、スキルが足裏コントロールしかついていないので、ここで何らかの追加とかがあったら面白いかなと思っています。それでは次の選手いきます。4人目はアーセナルに所属しているマルティネッリ選手を選ばせていただきました。アーセナルはリーグ戦で現在10位とちょっと不調気味なんですが、ポジティブな要素として若手選手が奮闘しています。今シーズンはカップ戦も含めて全ての公式戦で18試合に出場し8ゴールを記録しています。現在総合値は70なんですが、中間アップデートで同最強選手ランクには入ってくるんじゃないかなと期待しています。それでは次の選手いきます。今回紹介する最後の選手は同じくアーセナル所属のウィロック選手を選ばせていただきました。今シーズンプレミアリーグには16試合に出場、UEFA ヨーロッパリーグではグループステージ全ての試合に出場し得点も記録しています。ボールを受けて前に運べる推進力が注目の選手で、中盤や2列目など様々なポジションでプレーができるアーロン・ラムジーの後継者と期待を寄せる人もいる選手となっています。現在総合値は72ですが、アーセナルの若手の選手は中間アップデートで総合値上がってもおかしくないんじゃないかなと個人的に期待しています。はい、ということで今回の動画は2020中間アップデートで大幅に総合値が上がりそうな選手5人を紹介しました。期待の若手選手紹介編は複数回に分けて今後も投稿していこうかなと思っています。はい、ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。